ドッグトレーナーを目指す人に最短最速2年間3団体公認の訓練資格取得ができる日本で唯一の学校、それは日本訓練士養成学校。教えてシェパード先生。何だわ。2頭シェパード貸し出してくれると言ってましたが、調べたら他の学校では5頭貸し出しとかあったんですけど、こっちの方が良いと思いますが、どうですか？頭数で見ると5頭貸し出しとある学校もあるが、大事なことは訓練の入っている犬か、それとも訓練の入ってないまっさらな犬かが大切なんだわ。例えば過去に訓練の入っている犬なら犬だってわかるんだわ。何をしたらいいか犬がもうわかってるから、習う人間の方はいかにも自分が訓練できていると勘違いしやすいけれど、それは単に犬がもうわかってるからできているだけなんだわ。もし訓練の入ってない犬に同じ指示を出したら犬は言うことを聞くと思うかわ。それは指示通りできないですよね。そうだわ。なので自分自身が学ぶときにどっちがスキルが上がると思うかわ。それはもちろん訓練の入ってない犬を扱う方が大変だけど、スキルは全然上がると思います。そこが本当に大切なんだわ。ドッグトレーナーや犬訓練士や警察犬訓練士などを目指そうと思うなら、訓練の入っていない犬を扱いながらいろいろな経験を積んでスキルを上げていくことができるんだわ。確かにそうですね。本当にドッグトレーナーや犬訓練士や警察犬訓練士などを目指そうと思うなら、本格的にスキルを身につけないとダメですよね。よく考えてみるんだわ。自分が警察犬を一から育てるとしたらを考えてみるんだわ。警察犬訓練というのは何にも訓練されてないまっさらな犬や子犬を警察犬に育てることなんだわ。そうか、警察犬を訓練するって何にも訓練の入っていないまっさらな犬を警察犬作業をできる犬にするってことなんですね。そうだわ。ただ何かの資格を取ったとしても役立つのか、そこが大切なんだわ。わかるかな。犬のプロとして生きていくなら資格の違いイコール技術の違いだということも知らなければならないんだわ。そして技術の違いイコール生き残りの力の違いに直結するんだわ。資格の違い、前に言っていた公認資格ですよね。そうだわ。資格も公認資格もあればあまり知られていない小さな団体の資格もあるんだわ。小さな団体の資格？資格も様々なんですが、公認資格と小さな団体の資格の違いとはどんな違いがあるんですか？それは一言で言えば、犬に関わる人全員が知ってる資格なのか、知ってる人が少ないかなんだわ。そうなんですね。特技にするならみんなが知ってる資格ですよね。知られてなければ意味がないですよね。そうだわ。さらに資格も例えば全国大会から世界大会にもつながる実績も言えるようなドッグトレーナーになれるんだわ。直近でも日本訓練士養成学校卒業生には警察の捜査に役立つ青森県や埼玉県での県内最年少嘱託犬警察犬指導士合格者や最年少世界大会出場の生徒さんなんだもんで大活躍しているんだわ。すごい実績があるんですね。やはり訓練の入っていない犬から学べる環境が大切なんですね。それもあるが、教えてくれる先生が何度も世界大会に出場して優勝もしているんだわ。メディアなどもたくさん取り上げてもらえるくらいすごい実績を残しているんだわ。カリスマ訓練士など言われている藤井聡先生の教え方が本当に大きいんだわ。藤井聡先生が訓練した犬は警察犬はもちろん災害救助犬など様々なところで大活躍しているんだわ。警察犬以外にも災害救助犬もできるんですか？もちろんだわ。犬に携わることなら問題ないわ。犬について基礎から学び、いろいろな性格の犬を扱い、経験の差が圧倒的に違うんだわ。藤井聡先生のお父さんが戦前運用犬を学び、そこから犬について学ぶ姿を幼い頃から感覚的に肌で感じ、生まれる前の胎教から犬と共に一緒に生活しているんだわ。なので日本で初めて聴導犬を開発したのが藤井聡先生のお父さんなんだわ。エクセレント。しかも保健所で殺処分されそうになった犬を育成し、耳の聞こえない人たちに役立つきっかけにもしてるんだわ。大貢献しながらも犬に携わること全てにつながっていくんですね。ドッグトレーナー以外にも様々な仕事もあり、皆さんの役に立つ仕事ができるなんて素敵だな。自分も頑張って犬についていろいろ学びたくなりました。シェパード先生、
本当にありがとうございました。早速日本訓練士養成学校に問い合わせします。メールだよ。楽しみながら犬の訓練を学んで頑張るんだワン。最後にここまで見てくれてるあなたと会える日を楽しみにしているんだワン。それではカリスマ訓練士内井聡先生の登場だワン。ドッグトレーナー犬の訓練士になるにはどうしたらいいか私がお答えいたします。動画の内容がためになったと思ったらいいねボタンとコメントくださいワン。詳しい内容は概要欄に貼ってあるワン。おまけにチャンネル登録してくれたら嬉しいワン。準備はいいかな。いいねボタンとチャンネル登録お願いワン。ワンワン。頑張れ。いいねボタンとチャンネル登録お願いワン。ワンワン。いいねボタンとチャンネル登録お願いワン。ご清聴ありがとうございました。ワンワン。